歌舞伎町タワー共用トイレに批判殺到、うん、で問題になってるのが、うん、2階にあるジェンダーレストイレ、うん、全て共用なのだと、はい、いわゆる台の方は男女が隣同士で入ることもあるため、うん、性犯罪などのリスクが指摘されていると、うん、まあ、やっぱ批判が殺到してですね、はいはい、19日公式サイトに、うん、このトイレは国連の持続可能な開発目標 SDGs の理念でもある誰一人取り残さないことに配慮し新宿歌舞伎町の多様性を任用する街づくりのために導入されたというといろいろ間違ってる、ね、やりすぎて間違ってる、ね、なんかこういうの見てて思うんですけど、うん、リベラルってバカですよね。リベラルってバカですよ。これ普通に考えたら、はい、こんなのダメじゃんって思うし、はい、うんうん、で多分このプロジェクトに関わってる人って、はい、うん、男も女もいると思うんですよ。そう言わないのかね。誰か言わないんですかね。性的少数者団体が会見。法案について女性だと言い張る男性を女性として認め女子トイレが使えるように解釈される可能性が高い、このような法律は不要だと強調したと。私の友人で、はい、この LGBT 系の人がいるんですけどその人もまあ同じような意見を言ってましたよ。誰の意見を聞いてんのかって感じですよね。いや本当、うん、だから当人たちはこの同じような考えばっかりみたいな感じで言ってましたよ。性的少数者団体が会見、 LGBT 法は不要と産経新聞が報じています、うん、はい、性同一性障害者らで作る性別符号当事者の会や女性の権利保護を目指す女性スペースを守る会など4団体は1日東京都内の日本記者クラブで記者会見し自らの性を自身で決めるという性自認を法令化する現状の LGBT など性的少数者への理解増進を図る法案について反対の立場を強調したと、はい、法案は公明党などが19日開幕の先進7カ国首脳会議までの成立を求めている。ただ法案には性自認を理由とする差別は許されないとの文言が含まれ、トランスジェンダー女性による女性用トイレや公室の利用などにつながるとの指摘もあると、はい、記者会見で性的少数者で作る白百合の会の、戦国氏は法案について女性だと言い張る男性を女性として認め女子トイレが使えるように解釈される可能性が高い、このような法律は不要だと強調したと。その通りですね、いうことですね、はい、いやそれは本当にあの分けて考えなければいけない、まあ、先週あのジェンダーレストイレについてちょっとやりましたけれども、はい、そうですね。男と女が隣で用を足す歌舞伎町タワー共用トイレに批判殺到、うん、化粧直しの女性と目が合った男性記者は恐縮しきりっていう、うん、これまたフラッシュの記事なんですけど、はい、新宿の歌舞伎町に新たなシンボルとして4月14日にオープンした東急歌舞伎町タワー、うん、これ地上48階地下5階、はい、高さ225メートル、うん、映画館とかフードコート、うん、劇場ライブホールもうなんかあらゆるものをすごいね兼ね揃えている、ね、歌舞伎町そんなになっちゃってるんだ、はい、盛り上がってるんですね、はい、この前あのガイアの夜明けかな、うん、でも特集されてましたけども、うん、で問題になってるのが2階にあるジェンダーレストイレなんですね、うんはい、要は性別に関係なく誰でも利用できるのだが男性の小便用トイレを除き全て共用なのだと。いわゆる台の方は男女が隣同士で入ることもあるため、うん、性犯罪などのリスクが指摘されていると、うん、いうことなんですね、はい。ただ普通に考えておかしいじゃないですか。おかしい。分けたらいいじゃんっていう。そう、うん、だからその男女、うん、分けた上で、うん、まあいわゆる誰でもトイレみたいなものを設置したらいいんじゃないかなと思うんですけども、うん、まあやっぱ批判が殺到してですね、はいはい、19日公式サイトに、うん、東急歌舞伎町タワー2階個室トイレについてとの文書が掲載されたと。同文書によるとこのトイレは国連の持続可能な開発目標 SDGs の理念でもある誰一人取り残さないことに配慮し新宿歌舞伎町の多様性を任用する街づくりのために導入されたというといろいろ間違ってる、ね、間違ってやりすぎて間違ってるよねこれバカすぎますよね、はい、で防犯対策としては、まあ、警備員の巡回だとか、うんまあ、防犯カメラ、うん、でその教養部の常時監視とか、うんまあ、カメラ画像解析とか、はい、そのなんか SOS ボタンとか、うん、なんか清掃員による高頻度の清掃実施とか、うん、夜間の電子錠によるロックとか、うん、なんかいろいろ対策してるって言うんですけど、はい、それ普通に分けたらよくねっていう居心地男の方も居心地悪いいや嫌ですねじゃないですか、はい、で要するに、うん、うんこするところっていうのは、はい、自分が出た後に、はい、女性も入ってくるってことですよ、そうですね、で女性が出た後も自分も入るわけでしょ、はい、それはなんかちょっと、うん、なんかいろいろ考えちゃうよね。そうですね、はい、で実際のところこのトイレはどのようなものなのか、うん、4月21日
本誌記者も訪れてみたと、はい、2階に上がるとすぐに、サイバーパンクな世界観が広がるフードコート、うん、新宿歌舞伎ホール、うん、歌舞伎町横丁が目に飛び込んでくるのだが、共用トイレが設置されているのはこのフロアということは、酒を飲んで酔っ払った男女がトイレ内で鉢合わせする可能性も高そうだと、うん、一番良くない場所に良くないパターン、はい、うん、作ってるんですね、はい、で SNS ではこんな被害も報告されている。中の個室のトイレに入ったらドアを閉めるときに手洗いスペースのとこにいた男がこっち来るのが見えて、ドア閉めた後隣に誰か入った音がして、うん、なんか嫌な感じだから、うん、用足さずすぐ個室出たんだけど、そしたら隣からその男がすぐ出てきて、うん、明らかに挙動不審とか、うん、まあ、一応その上までちゃんとこうシャットアウトされてる構造らしいんですけど、うんうん、にしても嫌ですよね、はい、なんか変態という世の中にいるじゃないですか。いますね。だからこういうなんかついてきて、はい、なんか横でしてるのをなんか興奮するみたいなそういうやつがね、いるんじゃないですか、ね、いる可能性はありますね、うん、でそうですね、まあ、新宿二丁目文化を入れてるのかどうか知らないですけど、はい、本当にまずいですね、はい、これなんか誰も取り残さないとか言いますけど、逆にこれ女性が損してるだけなんじゃないかなっていう。男性も嫌だと思いますからね、みんなその回を避けて予想で使うとか、うん、なんかこういうの見てて思うんですけど、うん、リベラルってバカですよね。リベラルってバカですよ。これ普通に考えたら、はい、こんなのダメじゃんって思うし、はい、うんうん、で多分このプロジェクトに関わってる人って、はい、男も女もいると思うんですよ。そう、言わないのがね、誰か言わないんですかね。これやばくないですか。すべてを多目的トイレにしたみたいな感じじゃない。いやバカすぎますよね。そうですね、うん、だからこれがそのなんていうかな、ジェンダーとか、はい、このなんか SDGs、うん、正しいものを追求していった結果、はい、全部間違えてるっていう、はい、まあ、象徴的な出来事になってしまったんじゃないかなと。いろいろその極端に行き過ぎですよね、うん、なんかあのレジ袋に始まり、あのね、全部有料になっていくっていう流れもあるじゃないですか、うん、スプーンがどうかとかいうのも含めて、なんか一つの方向に決まったらそっちに行くのが正しい わけじゃないっていうのを考えなきゃいけないよね、うん、現実的かどうかっていうのはね。そうですね。そう、いや、あの左派界隈って、うん、その政権批判をする文脈で、うん、熟考しなければいけないとか書くんですよ、うん、朝日新聞とか典型ですけど、要は気に入らないから、うん、もうやめさせるためにとりあえず考えさせる時間を設けると、うん、はい、いうことなんか言いたいんでしょうけど、うん、これこそ熟考が必要ですよね。そうそうそう、本当にこんななんか誰にも望まれてないというか、はい、変態しか喜ばないっていう、うん、こんなトイレいらないですし、うん、すぐに帰ろうよっていう、はい、うん、なんか先進的なのかも分かんないですよね、うん、ここまで来ると。そうですね、うん、やっぱ価値観って急に変えられないから、うん、今後もしかしたら変わるのかもしれないけど、うん、でもこれは変わんないですよね、さすがに。これ絶対ダメですよ、うん、はい、しかもだって酔っ払いが大量にいるフロアなわけですから。そう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 、だからなんか本当に普段はちゃんとした人でも、うん、酒癖悪い人っているじゃない、うん、ついエロいことをしようとする人って、まあ、酔ってるから、はい、それにこうなっちゃう人いるんですよね、うん、世の中には。なのでそういう人が悪さしやすい環境を作っちゃダメですよね、うん、逆にやっぱもう男、はい、まあ、男と女で、うん、まあ、しっかり分けてですね、うん、その入り口のところでシャットアウトしていくというのが大事だと思いますし、はい、うん、まあ、そういうジェンダーレストイレ、はい、まあ、誰でもトイレみたいなものは別途作る、うん、まあ、多目的トイレみたいな、うん、多目的トイレは作ればいいんですよ、うん、別にそれだけの話だと思うんですよね、はいはい、そうですよ。なんでこんなしょうもないことをしてしまうのか、はい、うん、だってこれ肯定的に捉えてる人、はい、ほぼいないんじゃないですかね。そう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 、いや、思いますよ。よくやってくれたみたいな、はいはい、全てが分からんなという感じですけども、はい、まあ、それ言うだけで差別だとか言う、うん、まだ世の中にはなってないし、はい、まあね、しっかりこう声を上げていくというのが大事なんじゃないですかね、はい、女性の領域は女性の領域、そうそう、男性は男性っていう、はい、分けていかないと、うん、お風呂もそうですよね。そうですね、本当だってそれ棒ついたやつが、はい、いや私心は女なんですとか言って入ってったら、うん、はい、女性が困りますよね。困ります。不安でしかないですね。そうです。私の友人で、はい、この LGBT 系の人がいるんですけど、その人もまあ同じような意見を言ってましたよ、うん、はい、だから、はい、誰の意見を聞いてるのかって感じですよね。いや本当、うん、だから当人たちは
この同じような考えばっかりみたいな感じで言ってましたよ、うん、まあ、詳しくは僕はよく分からなかったんですけどね、うん、すごいやっぱ語り出したら語るんですよ、うん、やっぱこの、LGBT 法案についてはやっぱ、うん、あの全然喋りたいっていう感じのところがあったみたいでね、うん、はい、そうですね、いや、まあ、だからいろんな当事者の意見を聞きつつ、はい、うん、なんか活動家だけじゃなくて、はい、もういろんな人の話を聞いてですね、うん、はい、あの穏便に進めていただきたいなと、はい、いやもう本当そう思います。これやっぱ社会構造として今までなかったような話じゃないですか、うん、そのじゃあ性自認で女子トイレ行っていいのかみたいなのがあると思うんで、うん、これはしかもなんか俺前もやりましたけど、うん、男性トイレに行かせてくれっていう人はいないですもんね。あ、確かにね、うん、確かに確かにどうしても男性トイレじゃないとダメなんだみたいな人いないので、確かにね、ちょっとやっぱ怪しさをそうです、ね、感じてしまうなと、はい、うん、いうのありますよね、うん、いや本当。あとスポーツなんかもね、うん、女子のアスリートがすごい頑張ってきたのに、うん、性転換した男が来ていきなりあの金メダルかっさられたら、うん、何のために十何年間努力してたんだっていう形にもなっちゃうと思うんですよ ね、うん、そうですね、はい、いや本当にあると思う。あ、皆さんの周りにもね、その LGBT、うん、に相当する、ね、友人はいると思うんですけど、いると思いますよ、はい、まあ、本人がそのカミングアウトしてないだけで、ああ、そう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 、うん、そういう方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、いろんな意見を聞いていくべきなのかなということですね、はいはい。